戦争と平和作品91は、セルゲイ・プロコフィエフの作曲したオペラ。リブレットは作曲者自身と妻のミイラ・メンデリソンによるもので、レフトルストイの同盟の小説を原作とする。作曲当時に開始した、独祖戦と原作に描かれる、ナポレオンのロシア信仰を重ね合わせて書かれた、グランドオペラを思わせる、スタイルの記念碑的な大作である。 1941年に作曲が始められ、10年以上、上演のための改訂を繰り返したにもかかわらず、プロコフィエフの生前に、完全な上演は行われなかったが、第二次世界大戦以降のオペラで、レパートリーに残った数少ない作品の一つであり、プロコフィエフのオペラの傑作、最も優れたソビエトオペラの一つと評される。複数の改訂が行われており、作曲者は、 経緯5つの項を作成している。カズトメの妻であるリーナによると、プロコフィエフはソビエト連邦帰国前の1935年の時点で、すでに戦争と平和をペラ化する着想を抱いていた。1941年4月、二人目の妻であるミイラが戦争と平和を朗読するのを聞いていたプロコフィエフは、ナターシャが負傷した。 アンドレイの元を訪れる場面に触発され、各場面の構想を立て始めた。第10話、クトゥーゾフのアリア冒頭諸行の段階では、プロコフィエフの他のオペラと同様にレチタティーボを重視した書き方が取られ、トルストイのスタイルと言語をそのまま保つようにされて、いたが、改定によって、合唱の役割が増やされ、またアリオーソやアリアが多くなり、 表情豊かで明快な旋律が大きな比重を持つこととなった。この結果、彼はその狭いオペラへの自然主義的な考えを克服しつつあったと評されることもあれば、一種のアナクロニズムを出ない作品とされることもある。音楽的な構成については、様々なライトモティーフが全曲を通して用いられている。ほか、最後の二つの場では、それまでに登場した音楽が、 集中的に改装される。ナターシャやアンドレイといった中心人物については、性格的なレチタティーボと戦略的なアリオソ、還元学の効果を動員してその性格が生き生きと描かれている一方で、ナポレオンの陣営や道路保府の書斎の場面では、プロコフィエフの初期のオペラを思わせる神経質なオスティナートや世話しないレチタティーボが用いられた遺肥が作られている。 また、スラブ系オペラの特徴に従って、本作では、筋の緊密さが弱く、場面が並列的に接続されているが、それとともに、場面に応じて様々な様式を取り入れ、ロシアオペラの伝統と見事に共鳴する形で対比が活用されている。第一部の音楽は、ピョートルチャイコフスキーの、スペードの女王やエフゲニー・オネーギンを思わせ、第二部のいくつかの場面は、 モデスト・ムソルグスキーのボリス・ゴドゥノフなど歴史ものの系列につながっている。個別の楽曲では第10話のクトゥーゾフによるアリアや大二幕のワルツが親しまれている。シングル・オブ・オペラ辞典とオペラ名曲百科を参照した。主に複数の場に登場する人物のみを表に示す。その他の名前のある登場人物名前のない登場人物が主将、舞踏会の招待客たち。 モスクワ市民たち、農民義勇兵たち、ロシア軍兵士たち、パルチザンたち、フランス軍兵士たち、シングルオブオペラ辞典とオペラ名曲百科を参照した。全2部、13話からなり、語幕構成として上演されることがある。原作の内容を大幅に借り込み、特に第1部は原作、第2巻後半で描かれるナターン社の恋愛に場面が集中している。 原作第3巻から改編した詩で、外国の侵入に対する抵抗の決意を合唱が歌う。第2部冒頭に置くこともでき、どちらを取るべきかプロコフィエフは決定していない。クトゥーゾフを表すライトモティーフを用いた短い序曲が置かれている。第1話舞踏会のナターシャ、レオニード・パステルナークがロスト・フテイとその鬼は5月の夜、 客として滞在しているアンドレイが眠れずにいると、ロストフカレー城のナターシャとそのいとこのソーニャが、上階の窓辺へ現れ、声が聞こえてくる。妻を亡くしているアンドレイに、ナターシャへの思いが芽生える。第二話1809年の大晦日、老貴族の館の舞踏会場。ポロネーズが踊られ、合唱がそれに続く。ナターシャは、父親のロストフ伯爵とソーニャと共に現れ、 先令親のアフロシーモは、その知人のペロンスカヤと言葉を交わす。ピエールとその妻エレン、エレンの兄アナトールと友人のドーロホフが、次々と到着する。アナトールは、ナターシャの容姿を気に、入り、エレンに仲立ちを頼む。皇帝アレクサンドル一世が現れ、マズルカが踊られる。アンドレイが現れて、ピエールはナターシャを彼に引き合わせる。ワルツに乗ってアンドレイとナターシャは言葉を交わし、 それを見ていたロストフ伯爵は再び、アンドレイを家へと招待する。第3バボル、コンスキー老公爵邸。アンドレイの求婚を受けたナターシャは、ロストフ伯爵と共に、アンドレイの父親の老公爵のもとを訪れる。しかし老公爵はすぐに現れず、彼女たちは、アンドレイの妹のマリアとやりとりする。結婚に反対する老公爵から侮辱を受け、ナターシャは、 怒りとアンドレーへの愛を歌う。第4話、ナターンシャを描いた絵はがき。エリザベート・ボムがベズーホフ伯爵帝。舞踏会が開かれている中、エレンはナターンシャの婚約を祝福するが、アナトールが彼女に恋していることも伝える。アナトールが現れて、彼女を誘惑し、情熱的な手紙を渡していく。ソーニャからは警告されるものの、ナターンシャは心を動かされている。 第五話道路保護の家。アナトールがナターシャとの駆け落ちの計画を話し、道路保護からは警告を受ける。アナトールは、魚車のバラが及び、遊び相手のジプシー女、マトリョーシャに別れを告げて出発していく。第六話アフロシーモア邸。ナターシャはアナトールを待っていたが、ソーニャの密告によって計画が知られ、アナトールは追い返される。アフロシーモアが、エレンやアナトールの フランス風の道徳を非難する。ピエールが現れて、アナトールには、妻がいることを伝えられたナターシャは行い多くいる。ピエールはナターシャへの秘めた思いを打ち明ける。第7話ベズーホフテエレンやアナトールたちが話しているところへ、ピエールが現れ、アナトールを激しく非難する。一人になったピエールが物思いにふけっていると、デニーソフが戦争の勃発を知らせに現れる。 第8話ボロジノの戦い。ルイスラジアンがボロジノの戦い前夜のロシア軍捕虜、義勇兵たちの合唱に続き、アンドレイとデニーソフが言葉を交わす。農民たちは住処を追われた悲しみと抵抗の意志を歌い、ピエールと出会ったアンドレイは勝利への決意を語る。合唱に迎えられて、クトゥーゾフ総司令官が登場し、軍を鼓舞する。アンドレイはクトゥーゾフから参謀に加わるよう誘いを。 受けるが、連帯のもとにどまると答える。第9バボロジノの戦いの最中、ナポレオン軍の位置するシェバルジノホルイ。ナポレオンは、モスクワへの入場を思い描くが、前線からはかんばしくない報告が続き、苦戦にナポレオンは困惑する。第10バフィリノの王家。将軍たちが集まって、軍事会議が開かれ、モスクワの扱いが、議題になっている。 モスクワを放棄する苦渋の決断を下したクトゥーゾフは、モスクワへの思いを歌う。第11話フランス軍に占領されたモスクワ。フランス人兵士たちは無意に過ごしており、モスクワの住民たちは、反抗的である。ピエールが現れて、ロストフ家の駒使いのドゥニャー社と出会い、ロストフ家は、家財道具を捨てて退去し、偶然負傷者として滞在していた、アンドレイも共にいたと聞かされる。負傷した、 アンドレイの元を訪れるナターシャ。レオニード・パステルナークが害を後にする前に、住民たちは建物へ火を放っていく。ピエールは放火の罪を着せられて、フランス軍に捕獲され、同じ捕虜のカタラーエーフと知り合う。混乱の中街は炎に包まれていく。第十二話薄暗い農家。瀕死の重傷を負ったアンドレイはベッドに横たわり、幻覚を見ている。我に帰ると枕元には、 ナターシャの姿がある。アンドレイはナターシャを許し、二人は出会いを回想しながら、改めて愛を語り合い、アンドレイは生きたえる。第13話、吹雪のスモレンスク街道。フランス軍が捕虜を連れて撤退していく。カタラーフは、隊列についていけなくなり射殺される。デニーソフ率いるパルチザンが現れて、ピエールたちは解放され、アンドレイの死とナターシャの無事を知らされる。 クトゥーゾフが登場して、ロシアの勝利を宣言し、一同の喜びの合唱で終わる。プロコフィエフは、三つのオレンジへの恋、修道院での婚約などのオペラでは、還元楽のための演奏会用組曲を編んでいるが、本作ではそれを行っていない。クリストファー・パーマーが1988年に作成した組曲は三つの楽章からなり、それぞれ、第二話、第一話、 第13話の音楽を再構成している。プロコフィエフ自身の編曲では、第2幕と第4幕に現れるワルツが、1946年に初演された、還元楽のためのワルツ組曲オーパス110の第5曲、第1曲として収められた。またピアノ独奏のために、第4幕のワルツが、3つの商品をオーパス96の第1曲として、 第二幕のワルツが個別の形で、それぞれ編曲されている。ありがとうございます。